はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、レベルアップライダーシリーズ仮面ライダーエグゼイドダブルアクションゲーマーレベル WXR と L です。はい、仮面ライダーエグゼイドのダブルアクションゲーマーがそれぞれ L と R でバラバラに発売されましたね、はい、そして L の方にはレベル10のボディも付属しているみたいです。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、こちらが仮面ライダーエグゼイドのダブルアクションゲーマー WX の R ですね。はい、はい、結構かっこいいね、うん、もうちょっとメタリックかなと思ったんだけどそうでもないね。ちょっとラメは入ってるけどキラキラ感はないですね、うん、全身20箇所稼働しますね、はい、なんか気になるのがやっぱりこの頭に穴開いてんだよね。あ、本当だ。こういうとこなんかもしかしたら今後追加されるのかもしれないね。そうだね、うん、でガシャコンキースラッシャーも付属しておりましたね。はい、はい、でこちらがエグゼイドダブルアクションゲーマー L ですね。そうだね、うん、はい、こちらはグリーンがベースでところどころオレンジだね、うん、はい、こんな感じでちゃんと左右対称になってますね、はい、髪型も左右対称です、うん、これ出てきた時は衝撃だったよね。そうだね、うん、まあ、最初に映画で見たんだけどね、うん、はい、そしてこちらがレベル10のボディですね。はい、これまであったレベル1のボディとほぼほぼ一緒なんだけど、うん、この厚みが全然違いますね。そうだね、まあ2人分収まるからちょっと厚いって感じだね、うん、あと一応ゲーマードライバーの方には WX ガシャッと刺さってますね、うん、しかもこれレバーが開いた開いてますね。じゃあこちらに収めていきたいんですが、はい、準備としてはですね、この顔の部分あるでしょ、肩についてる、うん、これと反対側の足をこういう風にくにゃっと曲げますね、うん、横向きにね。待って、ということはこうか。あ、そう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 。そしたら今度は反対側の足をですねちょっと前に出してこうやってシェーみたいな感じにします。はい、こうやってシェーシェー。そうで次に L と R を合体させますね、うん、まず背中を、背中がね穴開いてるからくっつけられるのと顔もくっつけられるようになってますね、うん、L と R どちらでもいいんだけど胸パーツを外しますね、うん、で天の方にセットします。はい、でこれでここにセットだ、うん、はい、これで完成、うん、これでエグゼイドのレベル10ですね。はい、はい、こんな感じでございますね、うん、通常のレベル1と比べてみてもまあ前の見た目はあんま変わんないよね、うん、ただ後ろがですねかなりすごい変わってるすごいことになってますね。ぎゅうぎゅうになってる、ぎゅうぎゅうですね、うん、面白い。これもね、エグゼイド、今日こそ君のその不正なゲームを削除する。待たせたな。現れたら今日こそ君を倒す。ドシーン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 。うわー、ちょっとレベル1と10だと勝負にならない。ドシーンドシーン。ああ、ダメージが大きい。ではしょうがない。ふう、レベル2だが、まあ動きは良くなった。これでどうだ。うわ、やっぱり無理か。一気にとどめさせてやる。大変身。やっぱり分裂したか。不正だぞ、君は不正だ。せめてものハンデだ。私がガシャコンキースラッシャーを使わせてもらう。ドシーンドシーンドシーン。あーあーくよし、必殺技決めましょう。あ、マイティーダブルクリティカルストライク。はい、ということで今回はレベルアップライダーシリーズの仮面ライダーエグゼイドダブルアクションゲーマーでした。はい、ということで今日の動画面白かったのか楽しかったのかと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。